この遺跡を渡っていけそうだ。近くに動く異物がいるかもしれない。注意して。従者ってどんな方？とても真面目でいい子さ。タボールで合流したらみんなにも紹介するよ。もうすぐだ。来たことがあるのか？うん、何度かね。どこで従者と？ここの民家の一つ、入ってすぐのところだよ。お初にお目にかかります、閣下。私は妖天、不死鳥教団の一翼にして我らの宗主たるジョシア様の警護を務めているものです。なるほど、あなた方がジョシア。不死鳥教団って？ロズフィールド太后家を陰から支えてきた一族だ。接触が許されるのは太后位の継承者のみだから、俺も多くは知らない。フェニックスゲートで行われていた典型の儀式を取りまとめていたのも彼らだよ。18年前のあの日、僕は教団に保護されていた。そしてロザリアを出てからは彼女と一緒に旅をしてきたんだ。ヨーテがいなかったらおそらく僕は今日まで生きていない。立ってくれ、ヨーテ教。心から感謝を。弟をよく守ってくれた。身に余るお言葉。ヨーテ、例の件の報告を。はい、ご推察通り、クリスタル自治領の最下の晩に沖合にあった船影、あれはアインヘリアルに間違いありません。やはりそうか。待ってくれ、アインヘリアルが出てきているだと？ウォールード王国の帰還だぞ。ドレイクファングの件にウォールードが絡んでいたのは僕も知ってる。その陰にもアルテマの気配を感じて、教団を使って少し調べていたんだ。アインヘリアルは最下の混乱に乗じて自治領島を離れた後、カンベルへ向かっています。それじゃ今カンベルを襲っているというアカシアは？ウォールード軍の慣れの果て。そして帰還が出ている以上、国王バルナバス・ザルムもきっと近くに。
ままではうちの倉庫が足跡もはどこから。そんなこと言ってる場合か。今日ではやってられん。この議事堂は平気なんだろうな。ああ、ここの都市警備隊が働いてくれている。所詮は金で雇った傭兵だろう。少しは静かにできないのか、旦那方。商材も船もみんな壊された。まともな荷物は何一つ残っていない。カンベルはもうおしまいだ。この後に及んで金の心配とは見下げた卑しさだな、商人。金のことすら思案できん為政者が一体何になる。何を貴様。お集まりの皆々様、おごそかな議会を騒ぎ立ててしまい申し訳ございません。あなたはウォールードの王がなぜここに。この館はいかがです。ひとときの滞在には手頃な広さかと。よかろう。王よ、お助けください。どうか外にあふれかえるあのアカシアどもを。金が入りようでしたらいくらでもお望みの額を工面いたします。王がこの場にいらっしゃることこそ神のおぼし召しに違いありません。どうか我らをお救いください。知れ者よくさえずること。バルナバス王よ、知らせによれば町にあふれるアカシアどもはそのほとんどがウォールード兵だという。ご説明いただけるのでしょうな。もしや貴公らが送り込んだのか。ええー、出会え、この者たちを捕らえるのだ。くだらん。貴様らごときに神が一体何を思うというのだ。シドルファスの意志を受け継ぐ小娘、あれもまたミュトスとつながる思念の一端。小娘の思念に惹かれて、じきにミュトスがこの地に現れよう。丁重にもてなせ。はい、仰せのままに。ミュトス。バハムートを食ったお前の力見せてみろ。それじゃウォールードはすでにアルテマの手中にあると。おそらくね。ここ数年のウォールードの動きは国王が進んで手を貸しているようにさえ見える。アルテマは一体何を企んでる。ヨーテ、あの絵を。フェニックスゲートやドレイクブレスにあったものと同じだわ。古い時代の宗教がさ、今はもうすっかり廃れてしまって当初の教えは残っていない。フェニックスゲートのものも形式的で特に意味はないんだ。
でもこの絵こそ奴の目的を知る鍵だと思ってる。全ての召喚獣を従える存在、これはきっとアルテマのことだろう。アルテマは人知を超えた、そう、まさに神と呼ぶべき存在だ。そしてウォールードの国王バルナバス・ザル、召喚獣オーディンのドミナントも奴の元にある。目的はわからない。だけど兄さん、アルテマが兄さんを狙っているということだけは間違いないんだ。十分に気をつけてほしい。ああ、わかった、そうしよう。彼女に兄さんの仲間のことを伝えても？構わないさ。ヨーテ、僕たちはこのままカンベルへ向かう。君は兄さんたちの隠れ家に向かい、そのまま警護についてほしい。オミア・ラステラン・トゥ・イサゲリス、大きな戦いがこの先訪れる。君の力で皆さんを守るんだ。しかしジョシア様。兄さんが僕を守ってくれる。大丈夫。はい、あなたの望みならそうします。ですが決して危険なことはなさらないで、どうか。気をつけよう。それでは失礼します。ご分を。ありがとう、両手。行こうか、兄さん。いい住所を持ったようだな。助かってるよ。さあカンベルへ急ごう。おい、誰か儲け話に乗らないか。シリル、戻っていたのか。調査の方は？はい、筒がなく、間もなく知らせが届くかと。ヨーテなら僕が用事を頼んだ。少し遠方へ出ている。さようで。しかし御身は？大丈夫、護衛のことなら心配いらない。兄さんがいるからね。恐れながらフェニックスのナイトに拝謁いたします。不死鳥教団の一翼、ジョシュア様の右筆、名をシリルと申します。どうぞお見知りおきを。彼にはこのタボールでアルテマに関する調査を取りまとめてもらっている。各地に派遣した教団員の調査報告は全て彼のもとに集まるんだ。アルテマの調査は？主命により、我らも微力ながら閣下にご協力申し上げます。全てはフェニックスの望みのままに。ジョシア。協力者は多い方がいいだろう。そう、彼らの調査能力は優秀だ。兄さんの役に立つよ、きっと。閣下が陽光に輝く盾ならば、我らは闇をひらめく探検。暗鬼には暗鬼の駅がございます。どうかご用命を。それでは閣下。
こちらをお持ちください。ここタボールをはじめ各地で活動している教団員が閣下のお力となりましょう。それではジョシュア様、私はこれにて。何か分かれば連絡を。病院に。さあ僕らも行こう。そうだな。不死鳥教団のシリル、つかみどころのないやつだ。倒そう兄さん。見えてきた。カンベルだ。無事だといいが。まだ戦いが続いてるみたいだ。ねえクライブ、ガブやみんなはどこに？何かあれば町外れの倉庫に隠れる手はずだ。急ごう。人立てり。クライブ、お前の顔を見て安心する日が来るとは。みんな無事でよかった。お前たちこそ大丈夫だったか？ああ、なんともない。待ってたぜ。もしかしてあれが？ええ。ようやく弟を紹介できる。ジョシュアだ。クライブから話は聞いてる。しつこいくらいにさ。私はミド。よろしくな、ジョシュア。よろしく。な。ジョシュア。おじさん。よく生きて。よかった。本当によかった。統率されたアカシアが。ああ、そう見えた。いつもみたいに理性をなくして
手当たり次第に襲いかかってくるのとは違う感じだった。ここに来る前に何度かやり合ったが、確かにガブ君の言う通りだ。何者かの指揮のもとに動いておるようだった。ある手間と思うか。なんとも。町の人たちは無事なの？死んだ、たくさん。だが何人かは商人街を抜けた先にある議事堂に立てこもってる。あとは川向こうの商人の屋敷にも隠れてるはずだ。アカシアは疲れを知らない。このままじゃいずれ奴らの餌食だ。生き残ってる人たちだけでも助けたい。僕も手伝う。二手に分かれよう。俺は議事堂へ向かう。お前は屋敷の方に。ジル、ジョシュアと頼む。分かった。私たちは裏手から回りましょう。ああ。わしらは。ミド、船は出せるか。まだだ。ちょっとミスリル機関の調整に手こずってる。急いでくれ。うまく救出できても陸路で逃げ切るのは難しい。了解、やってみるよ。おじさんたちはミドを頼みます。うん、よかろう。任せとけ。バイロン、ガブ、行くよ。バイロン様だ、バカ娘は。行こうか。あなたはクライブをお願いね。気をつけろよ、二人とも。兄さんも。